から降ります。フィールドスタッフの塩津典彦です。今回ですけれども、来てる磯場、ここはですね、岩手県の大船渡に位置します磯場です。まあ、見ていただいて分かる通り概要に出ているような、ね、エリアですけれども、大きなワンドがありまして、ちょうど今の時期、ちょうど、ね、この緩いところとかが、ネストになってます、ね。ネストの魚と、あとちょっと出たところにアフターの魚、ね。それが今回つくメインに狙う魚になりますね。で、今回使用しているタックルですけれども、ロックスイーパーのね、8インチ8インチ882です。こちらのモデルですけれども、見ていただいて分かる通り非常にロングロッド、ね、ロングロッドになってます。で、このロングロッド、どういうところに、一番役立つかって言いますと、飛距離ですね。まあ一つはですけれども、飛距離がですね、稼げる。おかっぱりですけれども、こういった限られた足場に、で釣りしないといけないんで、こういったエリアでロングキャストができるっていうのはですね、釣り人にとって、非常にアドバンテージになります。仮にですけれども、ここから、対岸のちょうど岩のあたりまでですけれども、まあ、およそ、4、50メーター、あります。で、ああいうところをですね、今のような時期とか、まあ、ちょっと火星は低い時とかはですね、タイトにしてみないといけないです。そういう時はですね、まあ、50メーターぐらいのキャストバーンときちんと決められて、で、タイトに落とす。これができないと、ね、魚に出会うことができません。ね、それが簡単に、ね、できるようになりますのが、やっぱりこのロングロッドでキャスト、ロングキャストができるというのはやっぱりアドバンテージです。はい。あとはですね、このロングロッドの特徴としましては、こう遠投した時の、ネアなんかをかわすアクションですね。まあ、ここも見てていただいて分かると思うんですけど、まあ、結構手前にも根がね、コスコスコスと入っているようなポイントがあるんですけれども、そういった根をですね、一つ一つかわすのにはですね、ロングロッドですね、まあまあ、ちょっとやりますけれども、まあ、キャストして、まあ、ボトムを取って探ってくるというアクションですけれども、この一つ一つかわすのに、このストロークですね、短いロッドだとこのストロークが、こうやって出た時もですね、ストロークが稼げません。で、ネアなんかに捕まってしまうことが非常に多いです。その点ロングロッドはですね、高いところから、仕掛けを入れられるので、ネアなんかを一つ一つ合わせます、ね、仮に引っかかってしまいましても、このロッド非常に、高断性の音ですので、ちょっと引っかかっただけでもちょっと弾くだけ、これであのね、全部ポンポンっていう感じで綺麗にかわしてこれるのでね、こういう根がね、きついところやなんかにも非常にロングロッドが向いてます。あとはですね、今回はですね、マイクロガイドシステム、ね、マイクロガイドシステムっていうのを使っておりますので、これの一番の特徴ですね、今みたいに風がちょっと横から吹いてくるような強い時とか、こういう時はですね、昔までの場合のですと、ちょうどラインとロッドの距離がですね、ちょっと前までのロッドだと離れてしまいますので、風の抵抗やなんか受けやすい、ね。あとはですね、カズラなんかもですね、こちらガイドがロッドに近いことによりまして、カズラなんかも非常に上がっております。調子的には結構綺麗に入ってきそうですね。そうですね。まあ先上司ですけれども、テンションがかかるとちゃんと胴に入ってくるような竿ですので、大型魚をかかっても、バットで力を、いなして、取り込めるっていうのには非常にいい竿です。まあ大体 60m、70m と打ちます。いきますよ。
結構飛んでるね。飛びますよ、うん、やっぱりロッドが長いですか。飛ばせるとやっぱメリットだね。やっぱりメリットですね。やっぱ届かなくて釣れない魚っていうのはかなり多いですからね、うん、やっぱり飛距離が出せるってだけでもう本当に釣り人側にとってはかなりのアドバンテージになります。前までのロッドだとここからちょうど今投げたあたりだとちょっと届かないです。5メーターぐらい届かないんですけど、その5メーターぐらいが命取りで、これが5メーターがね届くか届かないかっていうのは全然違いますからね。飛距離でいうと前の8フィートよりかは 10% ぐらいアップしてるんじゃないですかね。来ましたよ、うん、小さいです。ちょうどあそこに根があるんで、という感じで遠投してああいうところに打つっていうのは人が攻めてないポイントなんかも打てますんで、こういった感じで反対に下がってくれると。まあ最初姿勢ですけどね、34号ってところあれですね。今もやっぱり遠投できたから釣れた魚ね、あのいかに遠投が大切かっていうのはね、分かるかと思います。今回使用しているワームですけれども、パルスクローのこのカモカラ、ね、今回使ってます。ちょうどですねこのアフターの時期はですね、魚の動きもあんまり動けない状態になっておりますので、こういった甲殻類をなんかをですね、非常に好んで食してます。ですからカラーもですねこういった、エビとかカニとかに近いカモカラ、ね、こういうのとかあとパンプキンシードとかそういった、カラーにですね、非常にこのアフターの渋い魚はですね、いい反応を示します。対岸のとこから 2,3 メーター行ったとこからボーンと落ちるんで、そのブレイクのところから手前のこっちからもこう落ちてるブレイクがあるんで、その V 字の谷の真ん中ぐらいに願いがついてますから、で基本は向こう側に投げて、まあ、落としてくる釣りで最後は上げてくる釣りっていうような感じですね。きちんと落とすところはしっかり落とせばこの低活性のやつでも食ってくと思うんですよね。水置いてきたの。よし来た。まあそんなに大きくはないですけど40ちょいぐらいマッキンキンじゃないですか。マッキンキンのそうですね。まあこういうふうに話してる時の方が釣れるんですわ。いいっす。よいっす。あ、緊急ですね。よいっす。よいよ。はい。パルスクローです。ちょっと火に当たって金色に輝く。いい色ですね、これ。